高校生と共に考える心、暮らし、環境を開催いたします。皆様ぜひご参集くださいませ。第66回地球圏市民セミナーにお越しいただきありがとうございます。本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに地球圏教授の阿部健一よりご挨拶申し上げます。阿部先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。地球圏の阿部でございます。本来ならうちの所長安内がご挨拶申し上げるところなんですけど、本人もすごく残念だったんですけど、風邪ひいて、大した問題はないんで、距離が出ないということで、今日、欠席ということになりました。一応、インフルエンザでなかったら、とにかく、これだけ来てとは言っておりますけど、まあ、もしかしたら、後半の顔を出されるかもしれません。今日、市民セミナー第66回ですが、今日の市民セミナー、まあ、スペシャルバージョンみたいなことになろうかと思います。というのは、毎回行っている市民セミナーと違って、今回は高校生の洛北高校の方々が主役ということです。だいぶ緊張しているんじゃないかなと思いますが、まあ、大丈夫そうですが、我々地球圏と洛北高校はスーパーサイエンスハイスクール文科省に認定されている。すごい名前でしょう。でも科学というから、まあ、自然科学をそう、まあ、想定されるものなんでしょうけど、実は今日話をする生徒さんたちはみんな文化系のコースに入っている生徒です。で、なぜ文化系の人がスーパーサイエンスかというと、で なぜうちの研究所と1年間にわたってですが共同作業をやっていたかというと、我々の研究所環境問題というのは文化の問題だと、このように考えます。自然科学もちろん 大切ですが、なぜ環境問題が起こっているのか、そういうことを考えていくうちに、我々のその問題の根底にあるのは生活その積み重ねでないかというようなことに考えが行き着くようになります。それをまあ一緒に高校生の方々と考えていきたいというのが、我々が洛北高校の生徒さんたちと一緒にやろうという、そういった、企画を立てた、まあ、理由でございます。初代の所長日高俊孝がこの研究所を建てるにあたって、設立するにあたって、我々研究員に何を言ったかというと、高校生にも分かるように研究者が研究者の中で通用する専門的な言葉だけで語ってはダメだろうということです。まあ、それがうまいこと言ったかどうかは分かりません。まあ、我々の方が高校生の皆さんと一緒に活動することで随分学んだこともあります。前半、次の前半の方は、そちらの方に並んでおりますが、所長も含めて一の研究員が、まあ、座学ということで、それぞれ自らが考えている環境問題について話をしました。私も何回か出ましたけど、かなり準備をして、それぞれの研究者の話をして、こんなことまで、そうかやってるのか、僕自身びっくりした、そういう話が多かったです。で、後半はそれぞれ皆さん、高校生の皆さんがテーマを決めて、そのテーマ、問題を立てるというのはすごく大事なんです。その問題を、どういう問題を環境問題の中で立てるか、そしてそれについて
自分たちなりの答えをその作業をやってきました。今日はその発表会ということになります。あのテーマの方ですが、4つあります。極めてストレートな環境問題のテーマもあれば、かなりなんでこれが環境問題と関係しているのというような、そういったテーマもあろうかと思います。ぜひ皆さんでしっかり話を聞いて、そして、ここはこうなんじゃないかというご意見をいただければと思います。あと詳しい、流れについては、1年間この和光高校との連携事業を担当しました、うちの熊沢さん、ここから説明します。そしたら、皆さんこんにちは。受験の熊沢です。今日は学校高校の生徒さんの1年間の研究活動の成果を発表する日になります。通常の授業に忙しい中、こういう形で研究活動をしてくれた成果です。でこの授業はですね、2013年度から始まってまして、今年3年目になります。で今回ですね、先ほど阿部さんの方から説明があったんですが、テーマ、騒音、迷惑風、琵琶湖から恋愛まで、いろいろなんですけども、身近な生活に関わることを題材にしているというふうな視点で、皆さんの、発表を聞いてあげてください。で、コメントをいただければと思います。で、発表時間は10分、質疑時間は10分。そのあたりは比較的臨機応変なんですけども、全体で20分の時間を各班用意していますので、心づもりをお願いします。で、全体の発表が終わりましたら、ポスターが4つ並んでいます。ポスターを使って、生徒さんが、生徒さんの横に立って説明をしてくださるので、もし質疑の時に聞けなかったことをもっと詳しく知りたいなということがありましたら、3時半以降、ポスターの前に行って、各班の担当者に聞いてみてください。それでは早速ですけれども、一般から順に発表をお願いしたいと思います。で最初のお題、一般は京都市の住環境と騒音になります。2年生の畑中君、西村君、野々垣君、田村君です。じゃあ、よろしくお願いします。私たち一班は京都市の住環境と騒音について研究をしました。まずはじめに研究の背景として、米軍基地移設など、日本では都市の騒音苦情問題が見出すようになってきました。そこで平成25年度、京都府では229件の騒音に関する苦情が寄せられました。そこで私たちは騒音とは一体何だろうか、人はどのような音を騒音と感じるのだろうか、京都市は騒音という観点において生活する環境に適しているのだろうか、という疑問を抱きました。そこでどのようにすれば騒音を減らすことができるのかについて我々の班は、研究してきました。まず騒音とは、好ましくない音の総称、快適な生活環境を阻害する音や振動のことです。研究課題として3つ挙げました。1つ目は京都市の騒音に関しての意識、2つ目は京都市の騒音の実態、3つ目は防音の工夫の効果です。まず1つ目に騒音に関してアンケートを実施しました。まず対象として和光高校附属中学校全学年、洛北高校中高一貫1年と2年です。内容については、京都市の在住かその他に分け、京都市の騒音について詳しく聞きました。まず質問1として、京都市は騒音が多い都市だと思いますかです。調べてみると75人が、はいと答え、307人がいいえと答えました。騒音の種類としては、乗り物や人間関係が多く寄せられました。質問2として、あなたがお住まいの地域でこれまでに騒音に関するどのようなトラブルがありましたか
やはりここでも人間関係や乗り物関係が多かったです。そして質問3として、あなたが騒音対策にしている工夫はと聞きました。ヘッドホンなどの使用、窓を閉める、テレビの音量を小さくする、夜間に物音を出さないようにする、カーテンをかける、部屋の使用を防音するなどが挙げられました。はい、最初のアンケートの内容を受けて、僕たちは、これから2つの、調査と実験を行うことにしました。でまず1つ目が、こちらの、先ほどアンケートに挙げられた出たんですけど、どこが一番騒音を感じやすいかという、回答に、京都駅付近というのと、四条河原町の交差点のあたりという意見がよく多く挙げられましたので、実際にそこに赴いて、騒音を測定する機械を使って、実際どれぐらいの音が出ているのかというのを測定しました。詳しいことはどうなっています。すみません、記入漏れなんですけど、実施日時は、去年の8月の10日、11日の、2日に分けて、14時から1時間、両者の地域で、測定を行いました。で、今回測定する地域における、環境省が一応騒音の基準、これ以下にしなさいという基準を定めているんですけど、それが一応、6時から22時の辺りが65デシベル以下と定められています。これが調査の結果になります。平均値って書いてあるんですけど、僕がちょっと歩きながら測って正確にデータが取れてるわけじゃないんですけど、大体のデータを平均した値がこういう感じになっています。平均値っていうのが、大体人混みとか、人通りの多いことでの、騒音だと考えてもらって構わないです。電車っていうのは、京都駅の、近鉄京都線の高架下のところで、騒音の測定を行いました。この結果を見てみると、僕たちは最初もっと大幅にオーバーしてるんじゃないかっていうふうに考えてたんですけど、思ったより、まあ、オーバーが、赤字のところが65オーバーしてるところなんですけど、まあ、オーバーをしてるんですけど、思った以上に平均値とかを見てみるとオーバーしてなくて、でそれは何でなんだろうって考えたときに、騒音の質がどんな音がうるさいかっていうのが、まあ、こういう表す結果になってるんじゃないかなと思いました。で見てもらうと分かる通り、人の音とか、車の音っていうのが結構、そのオーバー、65デシベル以上になってるんですけど、先ほどのアンケートのここ見てもらうと、騒音の種類として挙げられたのに、この乗り物、人間というのが多く挙げられているので、このアンケートの結果とも関連付けられるんじゃないかなという結論になりました。ちなみに先ほどデシベルという単位を使ってどれくらいうるさいかっていうのを表したんですけど、まあ、参考までに、こういうふうな大体何デシベルでどれくらいの音かっていうのを、示す図になっています。うるさいところで最高値が80、81だったので、まあ、電話が聞こえないレベル、交通量の多い道路のあたりの騒音だというふうにイメージしてもらえればありがたいです。先ほどの、その実験と、アンケートの内容について、僕たちの研究とはまた別で研究を行ってきてくれて協力して、騒音の感じ方について、の実験を行いました。実験の概要は、電車内の騒音、赤ちゃんの鳴き声、セミの鳴き声、電話の呼び出しの携帯のバイブ音、5つの単音のサンプルを用意して、年齢と性別の違う50人の方々に30秒ずつサンプルを聞いてもらって、その後、5段階でどの程度不快だったかを評価してもらうという、アンケートを実施しました。その結果はこちらになります。成人男性というのが、まあ、20代以上の方、成人女性も同じです。で10代男女というのが、まあ、僕たちぐらいの年齢なんですけど、右から順番に、かなりうるさい、うるさい、あまりで何とも思わない、かなり不快である、不快である、あまりそう不快と思わない、不快ではない、全く不快ではないという順番になっています。で、このデータを見て分かるんですけど、結構、人によって、結果、これ何パーセントの人が、そう答えたかという割合を表しています。結果を見てもらうと、結構、結果がばらついてしまって、
男女とか、年齢による、騒音の差、騒音の感じ方の差っていうのは、あまり関係が見られない、決まった法則性が見られないという僕たちは結論に至りました。調査1、2、先ほどのパネルの実験を通して、実態証、意識調査の言った通り、騒音都市の中でも騒音の被害というか、騒音基準をオーバーしていたり、しているんですが、しかし僕たち側から京都市の方に規制を実際動きかけれることってなかなかやっぱり高校生の方に少ないなっていう話になって、じゃあ逆にその出てる音声音をどうしたら小さくできるか、その被害を小さくできるか、感じづらくなれるかっていう方法を探すという方法に僕たちは研究の方針を変えました。はい、最後に僕たちは教室で実験を行いました。実験の概要は音の高さが違う音源各防犯ブザーを2つ用意して、音源から5メートルのところで計測器を使い音の大きさを測りました。あと防犯ブザーを、音源は教室の中に固定して教室の中で測るんと外に出て測るんとでやりました。防音素材として紙の箱、スポンジ、布、吸音マットを使用しました。音源はここでは音源 A と音源 B としておきます。結果です。音源 A は、これは大きい方の大きい音が出る方なんですけど、やっぱりなしに比べて防音材を使った方が音が小さくなっていました。あとここで注目してほしいのが、布を使っても、他のスポンジとか箱とかに比べて音を小さくできているということです。次が、小さい方の防犯ブザーの方です。ここでもやはり防音材の布がやっぱ音を小さくしていました。考察です。今回使用した吸音材はホワイト吸音といいます。多孔質材料です。多孔質材料とはクラスウールやロックウールに代表される繊維に多数の隙間や連続気泡がある材料です。構造が似ているマフラーでもどれだけ得られたのはこのためだと考えられます。その他の騒音対策としては、遮音材、音を防ぐ、遮音材というものを使ったり、シールテープというものを使って、窓の間にそのシールテープを貼って音漏れを防ぐということや、また耳栓、イヤーマフなどをして自らが外からの音を防ぐというものと、カーテンなどの同じく人の動く音や人から出る音などを吸収してくれるものを使うっていうものがあります。また防音壁、吸音壁などのそのまた音を吸収してくれたり防いでくれたりする構造のあるものを取り入れることや、窓を二重サッシにするっていうことで窓を二重にして音漏れを防ぐっていう方法もあります。そして各個人としては、市町村、自治体に相談することや、共同体におけるルールの設定などが挙げられます。まとめとして、まず京都市にはやっぱり、どこでもそうなんですけど、騒音問題はやはり存在するんですね。でもやっぱり規模が大きいため、各個人が解決までは持っていけないんです。しかしやっぱり、京都市の機関に、騒音問題に関する窓口が設定されているので、相談したりすることができます。そしてまた、防音グッズの使用で、個人が気を配ることで、やはり防音、などに気をつけることで、騒音を減らせると思います。そしてまとめとして、騒音問題を減らすためには、他人を思いやる心を持って、一人一人が騒音になりそうな音を減らしていくという工夫が大切なのではないかという、結論に至りました。
ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。内容は多岐にわたっていると思いますが、ここはわからないとか、ここをちょっともうちょっと詳しくということがありましたら、ぜひ質問をお願いいたします。いかがでしょう。総理以外に、これは今の2つの質問とも関連しますけれども、これはいい音だな、これは京都らしい音だなっていう別の意味での気づきってありましたか。そうですね、僕この今日から出ているデータは京都駅と四条河原町なんですけど、実は鴨川、近所の下鴨神社の方に音を一応測りに行ったときがあって、そういう時に中で水が流れている音やったり、砂利をこうやって踏む音やったりと一応測ってみたんですけど、そういうのはそう話してて騒音ってあんまり感じられないかなっていうふうに話して、ちょっと今回データが除外させてもらったんですけど、やっぱりそういう音もやっぱり中にはありました。はい、ちょっとコメントとしてください。偉そうに言うかもしれませんけど、ともするとね、僕ら含めて問題を見つけて解決してやろうっていう、そういう思考にとらわれることがあるんですけども、むしろ今あえてのっけなかったこれはいいよねっていうのを拾い上げる方が、というか拾い上げるということをすると、なんかこう音一つとってもあるようなすものと心豊かにするものってありますよね。合わせて取り上げるのと、それからなんていうか問題に固執しないで、むしろあるものの中からいいものを拾い出してそれを伸ばすっていう発想も柔らかくていいのかなと思いましたので、もしこれからまとめされるんでしたら、今回発表で捨てたようなデータをもう一度吟味してみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、阿部ですが、今の田中さんの、質問にもつながるんですけど、例えばインタビューなんかで、京都の音は何ですかと聞いたときに、鐘の音、お寺の鐘の音が、京都はやっぱお寺の鐘の音ですよね、特徴的なのは。ところが今、京都、除夜の鐘の時以外に鐘の音聞こえないんですか。それなんでかと、2か所だけ鐘をつくのかな。それが全然金持ちが、なんでかというと、近所迷惑だと、金の迷惑。だから時代によって、田中さんも言ってきたことだけど、あるいは地域によって、音というような感じ方が全然違う。そういった意味で、この実験の3ですかね、みんなに聞き取りやったら、あれをもう少し掘り下げたら、もちろん男女の間で、例えば、ね、赤ん坊の声なんて、女性の方が多分受け入れやすいんだと思って、そんなに差がなかった。やるにはなぜ差がないのか、むしろどういう意味なのか、そういったところも調べていくと面白いかなと思います。ありがとうございます。実験さんの話がありましたけれども、この実験さんが、そのある人にとってその音というのはどんな音なのかだろうかというのを調べようとしたものになります。比較的問題だなと感じられる音を選んで意識調査をしているというものですが、そういう意味ではプラスの方を見ながら、ここは研究、どんな研究していただくかを考えてもらえればなと思います。はい、では一般の方、お疲れ様でした。時間もありますので、次の発表に行きたいと思います。続いては、マリリン・モンロー現象に迫る迷惑風の利用というタイトルで、勝森さん、木下さん、土田さん、長谷川さん、東さんの発表です。マリリン・モンロー現象って何なんでしょうね。じゃあよろしくお願いします。私たちはマリリン・モンロー現象に迫ると題して、身近な迷惑風の発生とその利用について研究しました。はじめに、私たちが頻繁に利用する洛北高校内の渡り廊下にて、強風が吹き抜けるために女子生徒のスカートが舞い上がるという大変迷惑なことに私たちは着目し、その現象をマリリン・モンロー現象と名付けました。これが問題の渡り廊下です。
この白い壁の方が東側になっていて、この向こう側の1階にプールがあります。でこちらの左手のこの高い壁が、体育館の壁になっていて、横幅、わずか1メートルほどの、大変閉鎖的な作りになっています。で、この壁の下の方に、高さ30センチほどの隙間が空いています。私たちがマリリン・モンロー現象について研究するにあたって、私たちはまずこの現象の発生を防ぐことと、その現象を迷惑風じゃなくて、有効利用して発電できないかというふうに考えました。まず、マリリン・モンロー現象の発生を阻止する計画として、校内のその渡り廊下の使用頻度が高い女子生徒にアンケートを行うとともに、気象庁のデータから京都市の空港と学校の見取り図を見合わせて、考察しました。そして風速計を活用して独自の観測を行うとともに、マリリン・モンロー内での風の仕組みを検証しました。また、マリリン・モンロー現象による迷惑風を、有効利用するための方法として、まず小型風力発電機を製作し、どれぐらいの風力で発電できるかというのを実験しました。そして、ミニマルとジェファー株式会社という2つの企業とコンタクトを取り、小型風力発電機についてのヒアリング調査を行いました。まず私たちはなぜあのような隙間が設けられたのかについて謎を解明するために、実際に洛北高校の設計者であるパラレルスクエアデザインオフィスの小倉睦弘さんという方にお話をお伺いしました。まず小倉さんは当初開放性というテーマを持って洛北高校を設計されました。はじめに渡り廊下の東側には 1.1 メートル、ちょっとこのスライドには腰の高さって書いてあるんですけれども、当初は 1.1 メートルほどの高さの壁を設置して、素材も向こう側が透けて見えるガラス製のものを設置する予定でした。こうすることによって比叡山をこの東側に位置する比叡山を望めるようになること、またプール、学校行事でプールを使用する際に渡り廊下からプールを望めるように計画をされました。しかしその建設段階で教育委員会のチェックが入り、女子生徒が、渡り廊下からプールを覗かれることを嫌がってプールに入ることを拒む可能性があるということで、急遽素材を変更し、壁を 1.8 メートルほどにして、また素材も向こう側が透けるガラスではなく目隠しできるような素材に変えました。しかし壁を高くすると壁の素材とコンクリートの素材が違うことによって熱膨張による強度の問題が発生することと、あとは開放性、当初テーマとして掲げていた開放性が失われるということがあったために、隙間、足元に隙間を設置することでこれらの問題を解決しました。解決されたということです。では次に女子生徒に行ったアンケートについて、説明したいと思います。アンケートの対象としては、実際に渡り廊下を使用する2年生3年生の女子生徒約110人に対してアンケートを行いました。アンケートの内容としましては、迷惑風を実際に被害を受けたことがあるかどうか、そして迷惑風はどの時期に一番、感じますかということ、そしてどのような対策を現在行っているかということについてアンケートを行いました。結果として約9割の生徒が実際にスカートが舞い上がったという被害を受けているということが分かりました。また残りの1割についても、手に持ったプリントが風に飛ばされてしまうというような被害を受けていることが分かりました。時期としましては、やはり夏が一番多かったんですね、被害が受けているのが。でこの結果から私たちは、台風が近づいてきているから夏に一番被害が多いのではないかなというふうに考えました。まあ、この、被害は夏が多いということなので、
後から京都市の、風向、風量についてのグラフを出し、検証をしますので。はい、で対策としましては、スカートを手で押さえて、走って廊下をこう過ぎていくという風な対策が挙げられたんですけど、この押さえて走ってしまうと、もう一つの腕の方にも教科書を持っているので、こけて怪我をするっていうことがあったんですよ、実際に。それで私たちは、その対策法がちょっと危ないということで、それ以外の対策法が何かないかなというふうに考え、研究することにしました。先ほど長谷川からもありましたように、京都市の風向を、学校の見取り図や避難所のグラフと合わせて考察しました。このグラフを、表を見ていただきたいんですけど、これは、まず、一番左が平均風速。これですね、これが平均風速。そして、どの方向から、風が吹いたかという風向の回数ですね。これを8方位別に合わせたものを、載せてあります。で、またこれが、西欧といって、風がほとんど吹かない状態の回数をこれ記載しております。で、平均風速を見ていただくと、大体3月から7月に、かけて、年間で最大値を記録しています。でまた、左から2番目が西欧なのですが、これは風が吹かない状態になり、これは年間の中でも最小値を示しています。でこれでどういうふうに言えるかっていうと、夏に風が多く吹くということではないのかと考えました。でまた、初方位別に表した風向回数の最大値をこういうふうに赤で塗りつぶしたんですが、これを見ると大体今初方位の中でもこの3月から8月、4月か8月ぐらいが年間の中でも最大値を示しているということで、夏に風が吹きやすいのではないかという仮説を立てました。で先ほどのグラフを思い出していただきたいんですけど、やはり夏に被害が多いということで、これは気象庁のデータから、裏付けられたのではないかと思います。次に渡り廊下で実際にどれくらいの風が吹くかということを調べるために、私たちは学校のビギンである風速計を使って1週間授業の休みごとに実際に計測をしました。で結果がこちらの表になります。空欄の部分は移動教室などで測れなかった部分です。見てもらっても分かるように、最大では風速5メートル毎秒という値が最大で観測されました。しかし、この0とか0とか1とかいう数字が目立ちますよね。だからコンスタントに風が吹いているという、コンスタントに強い風が吹いているというわけではないということが分かりました。で実際にこれを計測しているときにスカートが舞い上がることはなくて、この私たち班員は全員そのマリリン・モンロー現象の被害に遭ったんですけれども、もうそのあったときに吹いた風よりも、この計測時の風はかなり弱いものだったというのを体感しています。これは先ほどあったように、夏に東側から強い風が吹くのですけれども、計測した時期は秋になっていて、ずれが生じていたからだと思われます。これら3つを総合して考察しますと、この青いのが渡り廊下なんですが、これに東から風が吹いて、被害が多いのは夏に吹く風ということで、全てを総合して考察すると、実際の被害の表現と一致したと言えます。また、どのような風が吹いているのかなというのを仮説を立てました。私たちは、こういうふうに強風が巻き上がるのは、ピロティ風説なのではないかというふうに仮説を立てたのですが、まずピロティ風とは、開口部に強く吹き込むことの風を言うんですが、あのように上の、赤い部分を風だと、すると、ああいうふうに、風が当たったときに、どこか風が出る部分があれば、そこに風が集中して吹き込むので、そこで強風が吹いてしまうという、そういう仮説なんですよ、ピロティ風は。で、そこで実証実験を行いました。
実験方法は、先ほどその最大瞬間風速が、5メートル毎秒というふうに出ましたので、同じ扇風機でも、強を、設定すれば5メートル毎秒が出ますので、実際に扇風機を運転して、反対側から実際にピューティー風を起こそうと試みました。しかし、結果スカートはほとんど前がありませんでした。ということは、乱気流説かなと、思われます。1メートルほどのハワイ島ですので、そこでもしかしたら風が複雑に、対流したりとか、上昇気流になったりとかいうので、スカートが舞い上がるのではないかというふうに考えられます。今回の実験では残念ながらちょっと不明となりました。またスカートが舞い上がらないようにするためというのが私たちの目標ですので、とりあえず舞い上がらないようにするためにはプール側の反対側、今は、この人物は左側に立っているんですけど、とりあえず開口部から離れることが、一番スカートが舞い上がらないようにできるのではないかと考えられました。スカートの辺をまとめると、夏に風が多く吹くということが気象庁のデータから裏付けられました。また渡り廊下で強風が吹くのは壁の開口部から来る風によって起こる乱気流説、開口部から吹きつける風だけではなくて他の位置からも多方面から吹きつける風によってスカートが舞い上がるのではないかという仮説が立てられました。3番は、やはり風自体を防ぐにはこの隙間、強い風が吹き込むと思われる隙間を塞いでしまうことが一番有効なのではないかという結論に至りました。また私たちはその迷惑な風を有効利用していこうということで、小型風力発電機ウィンディー2というものを購入し製作しました。このウィンディー2は扇風機の中や強の風力で、発電できることが分かっており、扇風機の中というのは大体風速3メートル毎秒でしたので、理論上風速3メートル以上の風が吹けば、発電することができるということになります。で、先ほど廊下では、最大風速5メートル毎秒という数値が出ていましたので、これで発電できるんじゃないかと思って実験しました。で、私たちはこのウィンディー2を持って問題の渡り廊下と、あと風が強いことで、地下室の駅というのは代表として挙げられると思うんですけど、その北山駅に行って、プロペラが回るかどうか実験しました。で、渡り廊下では、頑張ったんですけど、やはり時期が秋ということもあり、強い風が吹かずに、失敗しました。で、地下鉄北山駅では、改札階とホームをつなぐ階段の、改札階側が一番、風力が強かったので、そこの風力は 最高風速が 2.7 メートル毎秒だったんですけど、そこでも、やはりプロペラが回らずに、発電できませんでした。で、ここで分かったのが、発電には、一定風力の風が、持続的に吹くことが必要であるということが分かりました。では私たちの本校洛北高校の渡り廊下では発電は不可能なのか、それを問題を解決するために専門的な見解を伺うため、小型風力発電機を取り扱っておられるミニマル様とゼパー株式会社様にヒアリング調査を行いました。まず小型風力発電機として最小規模の風力発電はどのようなものがあるのかというのを、伺いました。機械によっては風速1メートル毎秒での発電も可能という回答が返ってきました。これは内輪で動くというふうに称されているそうで、すぐに出力するのではなく一旦電力を蓄えておくというスタイルの、発電機だそうです。風速1メートル毎秒ということは私たちの渡り廊下でももしかしたらできるんじゃないかということで、実際に本校渡り廊下の、こういう仕組みになってますというのを伝えて発電は可能だと思われますかというのを伺ったところ、5メートル毎秒が記録されているのであれば風速的には可能だと思われますが、
しかしそのためには直径1メートルのプロペラ、直径 1.5 メートルのプロペラ、高さは5メートルは欲しい。そのため2階の狭い渡り廊下で設置するには少々厳しいんではないですかというふうな回答でした。また今後小型風力発電はどのように展望されているのかということも、合わせて聞いたんですけど、現在エコスクール構想という文部科学省の取り組みが行われているらしく、学校でシンボルまたは環境教育用として屋上や校庭に小型風力発電を設置する、働きはあるそうです。しかし需要としては売電目的の大型の風力発電の方が主力になっているので、小型風力の需要はまだ少ないというふうな回答でした。しかし市街地に設置するための小型風力発電機もどんどん開発されているそうなので、もしかしたら電力を自給自足するというのもあり得るのかなというふうに範囲では考えています。活用編のまとめとして、私たち素人の力での発電は難しかった、で風速的には渡り廊下での発電も可能かもしれませんが、スペースの関係でこれも厳しいということが分かりました。また小型風力発電について今後の展望が気になるなというまとめです。では最後に、スカート編と、三浦風の有効利用についてのまとめについて発表します。スカート編ではマリリン・モンロー現象の、迷惑風が起こる具体的な原因というのは残念ながらわからなかったんですけれども、スカートが巻き上がることについての対策は、廊下の2時間を歩くということで発見することができました。また迷惑風の利用法については風速的には発電可能ではありますが、スペース的な問題で発電が渡り廊下では難しいということが分かりました。ですが渡り廊下がダメならもっと広い場所を探せばいいじゃないということで、我が校での風力発電についてこれからも可能性を探っていきたいと思っています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。2件ぐらい質問をお聞きしたいと思います。いかがでしょう。ネーミングがやっぱ上手だなと思いました。で、ちょっと事実確認のことなんですけど、東側、さっき写真にあった下から風がこう吹き上げてくるって正しいですか。これ今、実験は西から風を送ってるんですか。なんか学校の写真が歩いてる方がいて、あ、それだ。で、ここ右側のところって吹き抜けになってるんですかね。これここの部分ですか。これ今2階なんですよね。2階です。で、ここにはちょっと見にくいんですけど、コンクリートがあって、わずかな隙間はあるんですけど、基本的に埋め立てじゃないですけど塞がっている状態です。はい。で、右側の写真が見えているところがプールですか。こちら側がプールになります。プール、はい、じゃあ風は、さっきの矢印で行くとこっちからこう来てるので、はい、これ正しいと、はい、なんででしょうね。なるほど。で、こっち側に立つと、まあ、大丈夫だろうというふうに、はい、こちら側に立つと大丈夫だろうです。はい、面白いですね。で、僕が建築の専門で来てるなんですけど、建物を設計し終わった後に偶然起こる現象って、まあ、多々あるんですよ。で、僕のいた大学なんかもそうで、風が強い日は結構、まあ、さっきの話とは違うんですけど、心地よい音がなんか奏でるんですね、風によって。で、それがフワンフワンフワンとか、なんかそういうのがあるんで、夜とかなんかこう煮詰まった時にちょっと外に出てこう聞いたりとか、今日もこれも完全にもう設計者がこう計画してやったかというよりかは偶然起こった現象なんですよ。で、それ結構いい、僕にとってみるといい、まあ、毎日聞けないので特別な日みたいな感じでなんか聞くことができる。で、ここはちょっと迷惑風というふうに言われてしまっているんですけど、まあ、うまくそういうふうなのを触っていこうという発想がすごく面白いなと思いました。あともう一個面白い視点というか、水がある場所と風がこう流れると、そこって夏冷やしたりするんです。
だから水のその蒸気をこう風がこう持ってって、なんか話してます？なんかあります？プールが風を起こしている。プールのその水を風がこう持ってきて、中の空間を例えば涼しくしてみたりもするんですよね。はい、そういうのとかって。っていうのはですね、はい、なんか建築のその、まあ、建物が密集してくるところっていうと、周辺にある田んぼの水がうまくその周辺をこうひんやりさせてくれてて、いわゆる自然の環境をうまく取り入れることで、その内部を冷却させる装置みたいにもなったりするんです。でもしかしたらそういう、まあ、これも別な視点として、はい、風を起こす電力を作るっていう部分と、建物をひんやりさせる、夏にいっぱいあるんだったら、そういう見方もあるのかなと思いました。夏はとても涼しいので、ここの有効活用できる方法として、なんか洗濯物を干すとかいうのも、あと暑かったら外にそこに出とくとかいいのもありました。ありがとうございます。はい、はい、時間が参りました。ありがとうございました。まあ、皆さん高3になって受験生になったら受験勉強疲れたら、夏にはぜひまた受験してみてください。続いてはですね、3番、ティーンラブ、発表は、木村梨沙さん、それから塩見さん、羽田さんです。私たちのテーマはティーンラブです。まず突然ですが、青春といったら皆さんは何を思い浮かべますか？勉強？部活？友情？でもやっぱり恋愛ですよね。まず恋愛とは、自分の気づかなかった部分を相手が見つけてくれて、もしそれがいい部分だったら自分の自信につながり、悪い部分だったら改善しようとすることができるので、もしその好きな人と別れることになっても次に生かせる、幸せになるためのヒントとなります。またそういういろいろな、面は自分、お互いに、見つけ合うことができるので、自分と他者のお互いの幸せにつながります。つまり恋愛とは、自分の可能性を拡大しながらお互いが今よりもっと幸せになるための人間社会の仕組みと言えます。先ほど恋愛するのは幸せになるためって言ったんですが、本当に恋愛をすることで幸せになるのでしょうか？私たちはそういう疑問を抱き、まず本校2年生160人に恋をしている時としていない時の幸福度についてアンケートを実施しました。これがその結果で、見てわかるように恋をしている時の方が幸せって答えた人は6割を超えていることがわかります。そして2つ目に、同じく本校160人の生徒に、中学時代に異性が何人いたかと、中学校3年間で何人と交際したかの、アンケートを取りました。と、私たちは異性の数が多ければ多いほど、その中学校3年間で付き合った人数も多いと考えていましたが、それは間違っていて、中学時代の異性の数が少ない方が付き合った人数が多いことが分かりました。とこのことからある程度隔離することで恋をしやすくなると考えました。これは妥協しやすくするっていう目的があって、例えば異性の数が50人と150人で比べると、150人の方で1人いい人を見つけても、もっと自分のタイプ通りの人がいるかもっていうふうに恋に発展しづらくなることがあるかもしれないんですけど、50人の方だと
この学校だったらこの人が一番の私のタイプかもっていうふうに妥協して恋に発展しやすくなるっていうふうに考えました。それでこの結果になったと思います。この結果から分かるように、私たち学生はひどい社会を視野に考えると学校という限られた空間にいることで出会いの数もある程度限られており交際に発展しやすい環境にあると言えます。そこで本校2年生の男女100名ずつに、実際その交際に発展するために必要なポイントとして告白っていうのが挙げられると思うんですけど、その告白について理想の告白シチュエーションということでどんな時に告白されたいかっていうアンケートを実施しました。まず告白したいかされたいかということなんですけど、男女ともに告白されたいという意見が多いことが分かり、女子においては9割が告白されたいと思っていることが分かりました。で、私たちのイメージの中にも恋愛は男の子が相手リードして告白とかもするようなイメージがあって、日本としてそういう習慣が昔からあったと思うんですけど、それがだんだん変わってきているのかなということが考察されました。そして、その告白されたい好きがあるかということで聞いたのですが、それは青色の12月が男女ともに 28%、24% ということで一番多くなりました。これはクリスマスや雪といったロマンチックな時が多いということが理由に考えられるんじゃないかと思われます。また女の子においては秋の割合が多いことが分かります。これは文化祭や体育祭など学校の行事がたくさんあることで、そこで仲が深まったり、また行事をきっかけに告白するといったことが考えられるんじゃないかと思います。どちらにせよ男女とも、オレンジ系統の色で塗り分けられている秋と青色系統で塗り分けている、冬があるんですけど、どちらにせよ肌寒い季節であることが人恋しと誘うことで恋愛したい気分になるのかなと思いました。また理想の天気なんですけど、これは晴れが多いという結果になりました。晴れっていうのは高気圧で血の巡りを良くしたりすることで体調が優れやすくなり気分が良くなります。これによって恋愛においても前向きに向き合うことができるんじゃないかと考えます。また理想の手段ということで、これは男女ともに9割が直接告白されたいという結果になりました。この直接っていうのは、声や表情が直接伝わるということで、その告白においての信憑性が高くなることや相手の真意や気持ちを読み取ることができるということが挙げられるのではないかと思います。また理想の時間帯についてなんですが、夕方や夜が多くなっていることが分かります。これは先ほどの直接告白されたいっていうところからもあるように、学生にとっては授業終わりや部活後の放課後というと夕方や夜の時間帯になることが考えられ、直接告白するなら最も2人きりになりやすい状況にあるといいます。以上のことからまとめると、最も理想のシチュエーションと言えるのは秋冬の晴れた日の夕方に直接告白するというのが一番なのではないかという結果になりました。で、これらの条件を踏まえて最後に一つの例として私たちからこういったプランをご用意しました。名付けて今からできるバレンタイン告白プラン。はい、今の時期、そのバレンタインっていうのは先ほどにあった秋冬っていう条件を押さえているので、今告白をするとしたらバレンタインがベストなんじゃないかということで、この告白プランを用意しました。まず前日までに用意しておきたいことです。バレンタイン当日までに週3回を目標に話しかけて仲良くなっておきましょう。これは約1年前から始めるのがベストです。
この週3回というのと約1年前というのは、先ほどアンケートを取った学生たちと同じ人たちを対象としたアンケートで、これは今までにしてきた恋愛をもとに回答してもらったんですが、交際するまでにどれほどの回数、どれほどの周期で話していたかっていうので、週3回というのが最も多かったっていうのと、あと仲良くなってから交際するまでにかかった期間が約1年というのが最も多かった結果からこういったことになりました。そして先ほどから何回も言っているように、晴れがベストなので、前日は当日晴れるように願ってテルテルポーズを作っておくと準備が万端と言えるでしょう。で当日、バレンタインなのでもちろんお菓子を用意するわけなんですが、一番大事なのは衛生的なお菓子を用意することです。男の人はまず胃袋からつかめと昔からよく言われていることですが、どんだけ可愛らしくラッピングして美味しいお菓子を用意しても衛生的で安全でなければ元も子もありません。衛生的なお菓子を用意して喜んでもらえるお菓子を作りましょう。お菓子を用意したら放課後なるべく2人になれる場所、これは部活後の教室や帰り道などが良いでしょう。呼び出して直接思いを伝えましょう。この教室っていうのや帰り道というのも同学生を対象にアンケートを取って、告白される際の理想の場所として、最も人気の高かった2つとなっています。で直接思いを伝えるんですが、この時恥ずかしくても表情を見せるのがポイントです。せっかく先ほど言ったように直接っていうものを直接思いを伝えても表情が見えないこのマスクをしていたりしていては真剣な思いも伝わりづらくなって本当にもったいないです。だから、表情を見せて直接思いを伝えましょう。と最後にいい結果がもらえたらもう万々歳です。これで私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では質問、聞きたいことがありましたらぜひお願いします。どうもありがとうございました。とても前回お話を伺った時からずっと心配でたまに夜も寝られないぐらい心配をしています。とても面白い発表でしたし、なんていうんですかね、科学という中で言えば実践科学という、もうまさに実践的な、とても参考になった方も、ね、たくさんいるんじゃないかと思うんですけれども、一つ僕が伺いたいのは、確か前回も質問したような気がするんですけど、幸福って何だったんだろうっていうことを知りたいんですね。でどういう意味かっていうと、例えば皆さんがお話になった恋、そのいわゆる恋愛っていうのがすごく文化的なもので、そうですね、こういうちょっと難しい話ですけど、近代、つまり、ヨーロッパで産業革命が起こった後に近代という時代が訪れます。で、そこまず、学校で勉強して、まずその恋愛調査の中に恋愛しているときに幸せを感じているっていうグラフがあったと思うんですけど、まあこれにより恋愛をしているときも、まあ、幸せではあると思うんですけど、そのこの参考文献からも分かるように、やっぱりその恋愛っていうのが一つの経験として自分の成長できるポイントとなっていろんな方面に生かされるっていうことは、やっぱりいろんな恋愛に限らずともいろんな将来の幸せにもつながってくるんじゃないかなと思うので、はい、思うのですが、どう、はい、僕らはなんかのコメントをしにくいですけど、全然それでその本にそういうふうに書いてあったらそれでいいんですけども、逆にそのせっかく皆さんがこうアンケートを取って、で当然そのアンケートを見て皆さんと話し合ったわけじゃないですか。でその中でその自分が今までこう経験したような恋愛とかの中から、
なんだろう、その、なんていうんですかね、恋をするために恋をするとか、それとも、なんかそういうこの本、なんかおとなしく書いてある、こういう本は、ちょっと僕、ちょっと、なんかもう、多分経験ないんですよ、この人たち、あんまり、こういう本書く人って。だからなんか一生懸命自分でうまくいかないからどうやったらうまくいくかなっていうふうに考えてこういうこと書くんですね。でもやっぱりこういろんなやっぱりやり方はそれぞれの恋の仕方、恋愛の仕方とかあって、でそれの先を見てるのか、それともなんか今皆さんの年代というかグループの中でどういうふうに考えていたのかなというのが僕は知りたいなというふうに思ったんですけど、すいません、だんだんちょっと怪しくなってきて。多分10代の時に恋愛っていうなんか漠然としたものがあって、そのしている最中はそんなにいやこれは幸せになるためにとかそういうことを考えてみないと思うので、まあ、結果論じゃないかなと思います。皆さん過去のいろいろな経験をこういろいろ頭に思い浮かべながら聞かれていたと思います。どっちにしても、このテーマを地球犬が扱うということの意味ですね。地球、基本的にはその地球環境を考えるときに、やっぱり幸福とは何かというのを考え直す必要があるということで、その中の一つの営みとして、恋愛というのがあるんじゃなかろうかということです。で、さっき質問があったように、恋愛しているときが幸せなのか、それをすることによって、どのような幸せを得られることができることができるのか、そういったことは今一度考えてみる必要があります。今日受けたコメントをまた噛み締めて、またこれからの人生か経験か分かりませんけど、生かしてください。はい、どうもありがとうございました。では、最後の発表になります。最後は、琵琶湖における水環境利用の変化を題して、豊永君、鳥居君、内山君、これから4班の発表を始めます。意識や自然を変えるというテーマで僕たちが研究を行いました。ではまず研究の概要について説明します。僕たちは一般に言う自然開発というのが行われていく中で、その自然と関わる人々の意識も変わっていくのではないかということを考えて、その意識の変化について調べたいと思いました。そこで調査地に、琵琶湖を選んだわけなんですけど、琵琶湖っていうのはここ40〜50年で、大規模な開発が行われている地域であり、自然環境が激変しています。また京都に住む僕たちにとって身近な場所でもあるので、今回の調査地として琵琶湖を選びました。さて、僕たちが調べようとしているのは人々の意識という、非常に抽象的で、しかも厳密に調べるためには膨大な情報が必要になるものです。さらに琵琶湖の開発が行われていく中で その人々の意識の変化というのを調べるためには、開発が行われる前から琵琶湖を知っている人で、かつ子供の頃から琵琶湖近辺に住んでいた人に限られます。よって僕たちは今回の調査でアンケートなどによる大多数に対する調査ではなく、少数 その条件を満たす人に対する、対話形式のインタビューを行いました。また地球圏の先生の紹介で、僕たちは元滋賀県知事の片由紀子さんとの対談の機会を得たので、そこで聞いた話も参考にしました。これらの独自の調査を、事前に調べていたそのこれまでの琵琶湖開発の歴史などの、事実と照らし合わせながら、僕たちは研究を進めました。ここからこれまでの琵琶湖の開発事業について説明します。琵琶湖の開発事業は大きく2つのポイントがあります。1つ目は内湖の干拓です。内湖は琵琶湖本体のような大きな湖の周囲にある、小さな湖や沼のことです。1940年ぐらいまで、戦前までには琵琶湖には合わせて大小40個の内湖が存在していました。明治時代頃から干拓をする計画が持ち上がっていましたが、
近難や、漁業を他の人、漁師のための問題が発生して、計画はされましたが、実行までは行われませんでした。しかし、戦争が始まって、米の増産が必要になりました。それで一部の内港が干拓され始め、写真からも分かるように、松原内港もこの時期に干拓が行われました。1957年には、すべての漁業保障問題が解決され、今ではほとんどの内湖が埋め立てられています。2つ目は琵琶湖総合開発です、これは1972年に成立した琵琶湖開発特別措置法によって1972年から97年まで行われた開発事業のことです。この事業のメインとなって行われたのが護岸道路と呼ばれるもので、右側の写真上の方に見えてます道路がそれです。琵琶湖一周大きく取り囲む道路で、アスファルトで舗装された道路です。これは琵琶湖の水位変動を調節するためという目的があります。またこの道路によって住宅と琵琶湖が分断されたこと、分断されるようにもなりました。人々の生活と琵琶湖が切り離されたのもこの時期からです。他にも洪水対策や琵琶湖における水道の整備などが行われました。また、琵琶湖における食文化についてですが、写真のように、現在でも昔からの食文化が受け継がれています。左の写真は、ハスと呼ばれる魚です。琵琶湖、彦根市を流れる川で撮られたものです。これはインタビューを行ったときに、インタビュー先の人に、調理してもらったのを食べさせてもらいました。右の写真は、店頭で販売されている船寿司です。見頃を原料として作られています。これは独特のある味があり、僕たちの中でも、好き嫌いが分かりました。続いて調査費についてです。僕たちは、去年の夏休みですね、を利用して、彦根市3カ所で6人に対してインタビューを行いました。調査費は彦根市小泉町、彦根市松原町、彦根市南三ツ谷町です。まず彦根市小泉町についてですが、これは彦根市街の南に位置し、他の2カ所と比べるとやや内陸側にあります。次に松原町ですが、これは彦根市街の北側に位置しています。琵琶湖に近く、夏には鳥人間コンテストが行われている場所です。また、先ほど写真にありました、かつて松原内湖と呼ばれる大きな内湖がありましたが、これは、戦中の食糧増産のためにすべて埋め立てられました。3カ所目は南三ツ谷町です。これは彦根市の南端の方に位置し、これも琵琶湖に近い町です。この地には辰家氏の辰家城が存在していました。この辰家氏の祖、順和天皇の子と森久親王が、この辰家町には八幡神社の神官として赴いたという話を現地の方から聞きました。さて、ここから現地の方々に行ったインタビューの内容について説明します。このインタビューですが、研究メンバーの中の一人の親族がちょうど南彦根に在住しており、今回はその紹介で3世帯計5人の方々に伺いました。先ほども説明しましたが、この研究は人の意識という非常に抽象的な概念を調べており、調査の方法も広く浅く調べるのではなく、より深く掘り下げられるような方法を取る必要があります。そこで僕たちはそれぞれの方たちに対し、1時間から1時間半ほどの対話形式のインタビューを行いました。その際行った質問は、これらの質問を軸に、はい、か、いいえで答えられるような質問を避けるということに注意しました。さて、そうしたインタビューを行ったところ、やはりどの人にも共通して見られることが主に3点ありました。一つは、子供の頃は琵琶湖で泳いだり、琵琶湖の水を飲んだりと、琵琶湖と関わりの深い生活を送っていたけれども、次第に琵琶湖との関わりが薄れていったということ。二つ目は、湖岸道路や内湖開発に対する反対意見は少なかったということ。やはり琵琶湖の開発には人々の意識が琵琶湖から離れていったことの結果だと言えるでしょう。
そして3つ目は、現地の人たちも当時から琵琶湖の開発は時代の流れだという意識が浮浮し始めており、次第に琵琶湖との関わりが少なくなっていったということでした。続いて、元滋賀県知事の加田由紀子氏との対談で分かったことについて説明します。加田氏は、かつては人々との関係が密接だった琵琶湖の水が、技術の発展により、次第に遠い水になったと指摘されていました。これは、今回調査を行った琵琶湖にも当てはまることです。先ほど説明したことですが、インタビューの結果、琵琶湖の開発が進められる中で、人々の意識が琵琶湖から離れていったと分かりました。さらに僕たちは、琵琶湖開発の、歴史の調査結果と、それらのインタビューの、調査結果を照らし合わせた結果、その人々の心が離れていったその決定的な原因となったのが、琵琶湖近辺の上下水道が整備されたことにあると分かりました。水道が整備される以前、人々は琵琶湖の水を、まあ、実際に飲んだりとかして生活用にも使っており、その関係はこの図にあるようなまさしく近い水の関係でした。しかし水道の整備が行われた後では、人々と琵琶湖の関係は、まあ、まさしく遠い水の関係となり、人々の心が琵琶湖から離れていく契機になってしまったといえます。しかしこういった問題を解決するのは容易なことではありません。例えば技術の発展や生活水準の向上を重点的に考える、近代技術主義では物としての水の価値しか、重視できません。また自然環境の保全に重きを置く、自然環境保全主義の立場からでは、生命としての水の価値にしか目を向けることができません。つまりこれらのそれぞれの主義は、水のいろいろなある価値の中でそれぞれの、価値個別にしか作用していないので、総合的な水の価値を保全するのには、まあ、あまり適当ではないということでした。そのため私は、両方の視点を盛り込んだこの生活環境主義という立場を取っておられました。この生活環境主義とは、ただ単に技術の発展や環境保全のみを考えるのではなく、その両方を実現するための対策を考えるという立場です。例えば今回の場合では、ただ単に人々と琵琶湖の関係を近いものにするだけではなく、現在のある程度開発が進んだ状況にでも実現できるような、次世代型の近い水へ変化させるというのが、生活環境主義の考え方です。それではまとめについてです。まず、琵琶湖の開発が進んでいく中で、人々の意識が離れていったこと。何度も説明するように、琵琶湖における水の利用は、近い水から遠い水になっていったことなので、人々の意識が自然から離れていってしまっており、より開発が進み、現在のような開発前とはかけ離れた生活様式になりました。そしてこれは、他の自然開発の現場でも同じような起こったことが起こっているかもしれないことです。そのため開発の際に、住民と自然との距離を考慮することで、このように人々の心が自然から離れていくのを防ぐことができるのではないかと考えられます。また、たとえ自然環境が大きく変化したとしても、今回説明したような食文化のように後の世代に引き継がれていくようなこともあるんじゃないかということも分かりました。そしてまた、実験ではなく経験に意味を求める研究というのもまた科学であるということを僕たちは考えました。今回僕たちは意識の変化を調べるためにインタビューによって膨大な量の情報と豊富な経験を積むことができました。これらの情報は簡単に言葉にしたり研究の成果として形にしたりすることのできないものですが、今回の研究方法で僕たちは確実に人の意識の変化という抽象的な概念の探求をすることができました。社会学や心理学など、いわゆる文系の学問は、アンケートや実験などのアプローチのみでは深めることができません。必要なのは自分たちがその分野に対して、膨大な時間を費やし多くの経験を積まなければならないということが今回の経験で分かりました。これで僕たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。質問、あとこれは聞きたい、聞いておきたいし、確認したいということがありましたら、ぜひお願いいたします。
あ、地球系の増原といいます。同じような研究というかインタビューをしてその記録をもとに研究をするっていう同じ手法をとっているのですごく興味深く聞かせていただきました。私も高校生の時こういうことをしてればよかったなと思います。で最後にもちょっと強調されたんですけど5人の方に1時間とか1時間半ぐらいお話を聞かれて、まあ、音を取ったりとかいろんな記録を取られていると思うんですけど、もうちょっと詳しくどういう記録、メモをしたりとか、あるいはそのなんか音を取る録音したことをまた後で聞いてなんか作業されたのかとか、苦労話なんかもあるよ。ちょっとそのまとめるまで話を聞いてからまとめるまでどんなことされたかっていうのをもう少し詳しく教えていただければ。はい、まあ、今回の発表では、まあ、口頭とあとパワーポイントでの発表となるので、まあ、そのお伝えできる情報量が少なくなるので、まあ、割愛させていただいたことなんですけど、まあ、何度かインタビューの結果を聞き直したりして、まあ、一回聞いただけでは聞き逃すこととかもあったので、そういうものから何度もその、まあ、話を聞いて、で実際に一応聞いて得られた情報を全部書き出してみたんですけど、そうすると、まあ、なんていうか、あまりまとまりがなかったりとかするので、その、まあ、順序が入れ替わってる出来事とかを、ジャンルごとにまとめたりして、そこからその、関連性とかを見つけていくっていう作業は、まあ、大変でした、非常に。前の、滋賀県知事の唐さんとインタビューして、何が一番こう、印象を受けたのか、どんなことが、言葉が、心に残ったのか、もちろん勉強していったんだと思うけど、実際に会って話してみて思ったこと、何かありますか？そうですね、一番印象に残っているのは、インタビュー終わった後に琵琶湖の方に、田中さんの自宅が琵琶湖の近くにあるんですけど、琵琶湖まで連れて行ってもらって、そこで琵琶湖の水を飲めと言われまして、田田さんは、家が近いということもあって、毎朝琵琶湖の方まで行って、琵琶湖の水を毎日飲んでいるということなんで、まあ、自分も飲んで、健康な体でいるから、大丈夫だから安心して飲めって言われまして、それで、実際北の方は南と違って、水が澄んでいてかなり綺麗なんで、美味しく飲むことができました。大変印象に残っています。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。このテーマなんですけれども、初めこのお題が挙げられたとき一瞬、まあ、これは確かに研究だなと思いつつ、ちょっとうろたえました。なぜかというと、地球圏の研究者の多くがこのやり方で、しかも多くの人は琵琶湖を対象に研究をしている、これをこの人たち研究するんだと思ったときに、ちょっと僕は一瞬うろたえたんですけれども、皆さん、先ほどプレゼンに自らしてくださったように、きちんとしたインタビューをするということに価値を見出していて、で、それを実際に行って、でそれを、形にしてくれました。本当にありがとうございました。というわけで、まあ、皆さんもお疲れ様でした。以上で4つの発表が終わりです。いや、まあ、簡単ですけど、まあ、これの人は騒音、まあ、それからあとマリンモンドネーションですね、あと10代の恋愛、あとそれからその琵琶湖における時間圏の利用、これ何でもいろいろなテーマがあったかと思います。で本当にこれが地球危機のやるべきことなんだろうか、どうなんだろうとか、これはどうしてここでこのテーマを取り上げたんだろうか、皆さんいろいろ思うかもしれませんけれども、例えば高校という場を借りて、まあ、実際の社会を考えるとか、そういったものをうまく応用できる、素材がいっぱい詰まった発表だったと思います。で最初に皆さんどうやって研究していいか分からなかったんですけども、たくさん最終的にはいろいろなたくさんの内容を組みながら一つのストーリーとして作り上げてくれたので、個人的にはよくやってくれたなと思います。というわけで簡単ですけども、本当にさせていただきました。もし
これからその30分間、ポスターセッションの時間を設けたいと思います。もう、このセミナー自体は、まずは一つになるんですけども、後ろに、先ほど申しましたように、パネルが4つございます。これは今日発表された皆さんのそれぞれのポスターです。で、生徒の皆さん、担当者それぞれ前に立ってくれるんですよね。それで、このポスターなり、先ほどのプレゼンの補足について話してくれると思います。ですので、これから30分間、これはぜひ聞いておきたいとか、聞き漏らしたというようなことがありましたら、ぜひ、ポスターの前に立って、ポスターの前に行って担当する生徒さんに、ぜひ話を聞いてください。というわけで、まずは、このプレゼンのセッション自体は終わりたいと思います。今日は、まずは、高校生の皆さん、お疲れ様でした。このテーマを選ぶ前にちょっと僕自身の家がマンションで、その後ろ側に幼稚園が一応あるんですけど、その幼稚園にでちょっと子どもたちの声やったり、その体操とかで使う音楽の音が結構大きい音で流してあって、でその子でちょっとマンション側と幼稚園が揉めたみたいでっていうのをちょっと僕がちょっと経験としてあったので、ああ騒音問題ってこんな結構身近やったんやな、それまでそんなに身近に感じてなかったんですけど、その騒音問題の身近さをちょっと改めて感じたんで、じゃあ実際どんな感じかっていうのを僕はそれでやろうかなって話を誘ってみた。同意した同意した大きさについて、また押し絞ってっていうか、注目して研究してきたんですけど、軽くは一応まとめたんですけど、騒音についての質についての、ご意見というかご指摘が結構多くて、それをやっぱ受けてまた考えさせられるっていうか、そういう見方もできるんやっていうのをちょっと気づいてよかったなと思います。自分たちで今まで話し合ってここに載せなかったことをしてまた改めて指摘していただいたこともありましたし、やっぱりこう自分たちが考えつかなかったような意見もすごくいただいたので、今まで自分たちがまとめてきたことはこう一つ大事にしておいて、また新しい意見も少し取り入れて、で次の発表にも生かしていきたいなと思ってます。風が吹くときに、あ、今日吹いてるって言ってすごいテンションが上がったので私たちは楽しめたなと思います、この現象を仕事の分配をしないと、なんかちょっと間に合わないかもっていうのが一応あったんですけど、その自分が最初に分かれたんですよ、スカート編と活用編で、はい、なんでそれで、割と担当者がはっきりしたっていうのはあります。
まとめとしては、そのマリリン・モンロー現象はよくわからないけど、簡単な防止策もあるし、有効活用ももしかしたらできるかもしれないみたいな、すごいぼんやりしたまとめになっちゃったんですけど、なんか先ほどポスター見に来てくださった方が、もうそれならいっそもっとこんな有効活用が考えられるんじゃないかみたいな、まとめにもうアイデアを全部盛り込めばいいんじゃないかみたいなことをおっしゃってくださって、あんならそれこそ洗濯物の件もポスターに全部入れ込もうかなみたいな考えてる。ストーリーが続く体で終わらせない体でやろうかなって思ってます。アンケートとかにも、人の恋愛って結構デリケートな部分を扱ってたから、言葉選び一つにも難しいなって感じる部分が多々ありました。注意書きで答えたくなかったら、答えないでいいっていうことをちゃんと答えないと、すごい強制してるみたいになっちゃうので、そのあたりは今までやってきたことを全部載せるのはだいぶきついくて、それをこう必要なものだけ抜き取って、でそれをしかも分かりやすく簡潔に書いてっていうのが結構手間と時間がかかることだなって思いました。これでみんながその周りとかが恋をしてくれたら、まあ、なんかそばにいる私たちもなんかそれ見てたらちょっとハッピーになるしなんかしてくれたら、なんかこれにちょっと刺激を受けて恋愛してくれたらなって反対性の数が少ないのに突き当たりについてもやっぱ学校は絶好のチャンスだと思うので。しんどかったです。しんどかった。どの辺がしんどかった？まあその僕たちの研究っていうのは、まあその膨大な情報を収集して、でそれをあの整理してまとめるっていうものだったので、まあまずその情報を収集するインタビューをする段階で、まあ結構まあ根気強くそのお話を聞かなければいけないところがあったり、それからまたそれが終わってから後でそのまとめる時にも、その全然関連してどこが関連してるかっていうのが分からない状態からその一つの結論にまとめなければいけないので、まあそこが大変でした。僕たちの班の中ではその他の人たちに比べてどっちかっていうと、まあ、自分たちは文系なんだっていう意識がその強い面々が集まっていたので、その理系のように数字とか実験だけを扱う研究じゃなくて、もっとその経験から何か得られるっていう研究をしたいなっていうことになって、でその時にその範囲の一人が、じゃあその琵琶湖のテーマやったら自分が馴染みがあるからその扱ってみたらどうだって聞かれて、あ、まあそれならその数値とかだけじゃなくて、その自分たちの実際に行って話を聞くとか、その現地を見るとか、そういう経験からその研究が進めていけるんじゃないかなということでこの研究を選びました。洛北高校がその文部科学省から指定を受けて行っているスーパーサイエンスハイスクールの授業というのがあって、で、まあ、それの一環として行っているもので、まあ、その SSH の対象はその中高一貫の生徒だそうなんですが、2013年から始まって今年が3年目になります。まあ、これはたまたま地球圏のセミナーの枠をたまたま借りただけで、これ自体はその SSH の授業の中で1年間あった研究を、環境に関する研究をするというものです。講義と独自の演習をこう皆さんに、まあ、やってもらって、まあ、地球環境の研究ってどんなんだろうっていうのを、まあ、一応こう経験、まあ、学んでもらう、まあ、雰囲気をつかんでもらうというか、まあ、いろいろこうブルキナファソでの取り組みだとか、まあ、そういう報道写真を見てどう見るかだとか、あとはそういうその自分の個写真で自分のその、まあ、家族の写真だとか、そういう昔の写真を持ってきてもらって、それを今と比較してみたりだとかっていうふうなことをいろいろやってました。
今年の特徴はいろんなその実験なり調査なりを組み合わせているところがおそらく特徴だと思うんですけれども、問題を設定して目的を立って枠組みを作って、そので、まあ、調査のための調査をして結論を出していくというのを体験し、まあ、当初、まあ、それを してもらうのは近畿、まあ、こちらとしては、まあ、この事業の意味というか、一度でも研究として体験、研究のプロセスってこうなんだよというのを体験してもらうというのに、そこに大きな意味があると思いまして、そこは意識してやりました。でそれを彼ら彼女たちは賢いなと思ったんですが、それを見事に形にしてくれました。